スペース XCRS-4 は NASA とスペース X の契約で2014年9月21日に打ち上げられ2014年9月23日に国際宇宙ステーションに到着した行われた ISS の補給ミッション SPX-4 としても知られるスペース X の無人型ドラゴン補給機の6機目であり商業機動輸送サービス契約家の 運用ミッションとしては4回目であった。契約で輸送する補給品、装置類に加え、宇宙空間での 3D プリンター実験装置、地球風速測定装置、ステーションから展開させる小型衛星などの装置や、ISS での長期研究用の20匹のネズミも搭載されていた CRS-4 を搭載した、ファルコン9の打ち上げ、2014年9月21日。 大西洋に着水する CRS-4、2014年10月25日2014年9月20日の打ち上げ予定であったが悪天候で中止された。その後、2014年9月21日1時52分にフロリダ州のケープカナベラル空軍基地から打ち上げられた。NASA は CRS-4 のミッションを契約し、この中で主要貨物、打ち上げ日時、 目標軌道要素などを決めていた。貨物は4885ポンドであり、内上院への補給は1380ポンド程度だった。搭載貨物には、海面から反射するマイクロ波で風速を測り、天気予報を支援するために設計され、外部低ロードとして打ち上げられコロンバスの端に取り付けられる産卵系の ISS ラピザキャットのほか ISS からの小型衛星の放出する装置として、サクラアップス、テックショット社が開発し、ケイシスや NASA が20エネルギー X 線、吸収測定法で、マウスの骨炎量と組織の増減を測定することを見込む、骨密度計測装置のような新しい、ステーション向け高級的生命科学研究施設などの装置類を搭載していた。スペース X は、積みに目録、計画、 搭載二次貨物の主要な権限を持っていた。しかし、NASA との契約で二次貨物は指定された危険を排除することを含む一定の制限があり、契約指定の成功確率とファルコン9の第2弾が最初に低軌道を達成した後の2回の衛星のリブーストを行う安全予知が要求された。CRS-4 では ISS での無重力化、3D プリント実験装置や、 ISS から放出するスピンサット小型衛星、さらに20匹のネズミなどが搭載されていた。無重力化 3D プリント実験装置は、3D プリント技術の宇宙での利用を明らかにする研究である。3D プリントは熱せられた物質を押し出して形状を作り、層を重ねることで三次元的な構造を作る方式である。無重力化 3D プリント実験装置は、 カリフォルニア州マウンテンビューのメイドインスペース社によって微小重力向けに特別に設計された 3D プリンターである。この特別に製造された 3D プリンターは地球を離れて部品を製造する最初の装置である。無重力化 3D プリント実験装置は無重力空間での積層造形の可能性を検証する。ISS での実験は新宇宙有人探査計画や 宇宙での製造などの宇宙空間の活動を広げるに重要な基礎的知見の一つであり、宇宙での王子型機械工場の確立に向けた初手であるとされる。スピンサットはアメリカ合衆国海軍研究所が大気密度研究のために製造した56センチメートルの直径の球体。スピンサットはデジタル固体推進者のの電気、固体推進剤スラスタの技術実証機である。 DSSP の技術は電流が流れる時のみ点火するプラスチゾルを利用して非常に小型で重量制限があるために不可能であったキューブサットなどの小型衛星の起動、マヌーバーを可能にするものである。これは DSSP の関わる衛星の初飛行であり希望のエアロックから展開された。衛星の12機のスラスター束は電化が通過する時だけ不活性な固体燃料を 燃焼させる特性であり、衛星は ISS の居住部内で作動させる必要があったため、計画は NASA の安全専門家が承認を行った。で、ハルイに対する微小重力の長期影響の研究のため、20匹のネズミが ISS に輸送されている。CRS-4 に利用されたファルコン9の第一弾は、アメリカ合衆国先海岸沖の大西洋上で、 大気圏に再突入した。再突入は高速火星大気圏突入の研究の一端として NASA の WB-57 で撮影された。2015年11月、第1弾の破片が英国の南西部のシリー諸島沖に浮かんでいるのが発見された。スペースステーションインテグレーテッドキネティックランチャー4オービタルペイロードシステムズハットボーン電子メータ。 ありがとうございます。